完全別人ご変化横浜流星。新作映画で見せる超カメレオンが沸騰長澤まさみも絶賛のナンバーワン監督の激アツ思いも。7月23日、俳優横浜流星27が藤井道人監督37の映画、招待11月29日公開の主演を務めることが発表され、その特報とティザービジュアルが話題沸騰となっている。 映画、正体は、ソメイタメヒト氏の同名小説、公文社を実写化したサスペンスエンターテイメント。横浜が演じるのは、脱獄した死刑囚で、指名手配犯のカブラギ・だ。カブラギは逃走中に各地で、吉岡里穂、31位ストーンズ森本慎太郎、27、山田杏奈、23か演じる人物と交流するが、山田孝之、40、 演じる刑事が交流した三人に聞き取りしたところ、それぞれ出会ったカブラギは全く別人のような姿でという、まさにカブラギの正体に迫る物語である。7月11日の処法ではタイトルにちなみ、主役の正体不明と題して、横浜さん以外のメインキャストを先に紹介する前代未聞の手法が注目を集めていました。狙い通り、 主役の正体を考察する声で沸騰しましたが、今回解禁された予告では、横浜佐野町カメレオンぶり、さらには藤井監督との深い関係性が注目を集めています。映画ライター。予告に映っている逃走犯のか木らぎは、横浜が一人で演じているとは思えないくらいにバリエーションがある。黒髪を前におろし、頬がちで汚れている姿、 オールバックで鏡を見つめている姿。メガネをかけて理知的な姿。髪も髭もボサボサでサングラスをかけている姿。そして、ウェーブのかかった茶髪のロングヘア姿。発表されているあらすじ通り。全く別人のような姿なのだ。流星君演じる5つの顔を持つ逃走犯が全く別人で驚愕。これは彼にぴったり。変幻自在に、 顔が変えられる、横浜流星はまるで存在しないかのような存在感。キャスト全員最高。本当にいろいろな顔、凶悪犯にも見えるし、無実だから必死にも見える。吉岡さんとの茶髪のシーンはキラキラなかっこよさだし、山田杏奈ちゃんとのシーンは頼れるお兄さんな優しい雰囲気。森本慎太郎さんとのシーンは正気がない鏡を見るときの不気味な顔も。 といった、横浜のご変化姿に絶賛の声が多数寄せられている。主演が横浜さんだと明らかになったことで、本作の監督である藤井氏にも注目が集まっています。藤井監督といえば松坂通りさん、35とシム・ウンギョンさん、30のダブル主演映画、新聞記者2019で第43回日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞したり、 テレビドラマでも、綾野剛さん、42、主演の、アバランチ、フジテビ系、21年10月期、を手掛けるなど、映像業界で引っ張りだこの若手ナンバーワン監督。映画好きの間では、超有名人ですし、横浜さんとも交流が深いことも知られていますね。全道藤井氏は、今年3月14日に台湾。日本では5月3日から公開された、清原家や 22と修ンハン、三33主演の日本台湾合作映画青春1 8け2二君へと続く道の監督も任されるなど現在超売れっ子の監督青春1 8る2は台湾で初日興行収入1位を達成したほか6月7日時点でアジア全域で270万人以上を動員興行収入25億円を突破している 工業的にも大成功の映画である。藤井氏は2月29日公開のネットフリックス映画、パレード、でも監督、脚本を務めたが、同作の主演長沢まさみ37は、こだわる監督だと思いますし、作品に対しての思い入れが誰よりも強い監督。それを感じたかったから、きっと私は監督の作品に出たかったんだろうなと思う。 また監督と一緒に仕事ができるなら何でもやります、という思いと、3月2日の配信記念試写会イベントで話すなど、大人げ女優の長沢からもリスペクトされている。そんな今をときめく藤井監督だが、売れなくて苦渋を飲んでいた時期、正体、公式サイトよりを支え合い、切磋琢磨していたのが横浜なのだ。俳優、横浜流星との出会いは、 僕にとってとても大きなものでした。略、流星主演で映画を作ろう。そんなことを合言葉に、がむしゃらがむしゃらに駆け抜けてきました。全道正体は、長編映画としてはマノエリナ、33主演の青の帰り道、2018横浜主演のビエッジ2023に続く横浜と藤井監督の3回目のタッグだと報じられているが、そこにもエピソードが、 結果的に、ビレッジが先になりましたが、藤井監督が主演、横浜流星の記念すべき一本目の作品として4年前から企画を立ち上げていたのが今回の映画、正体だったと公式に明らかにしています。それだけに、本作には藤井監督の激ツな思いが込められているでしょうし、横浜さんもそれに応えるべく、全身全霊の名演技を見せてくれることでしょう。 アクションシーンもあるとのことで、横浜さんファンならずとも楽しめる作品になっているのではないでしょうか。はい、前室の映画ライター。横浜は、正体、公式サイトにて、正体は監督とともに目標を決め、非常に思い入れのある作品、とコメントを寄せている。映画に情熱を燃やす、才能あふれる若き俳優と監督。二人の情熱が合わさった映画。 正体に期待する声は多い。30秒の予告の間に、横浜演じるカブラギの5つの顔が詰め込まれている。再生時間22秒の場面では、写真が横並びになっているが、とても同一人物には見えない。いろんな流星君が見えるみんな別人にしか見えないよ。別人のように、それぞれ違う顔を見せて、常に変幻自在な流星君にぴったりな役柄か。 といった声が多く寄せられている。